だった。そうなんだ。長室で。それこそこれだよ。次行ってみよ。好きみたいだからみんなこっち見た方がいいですよ。ジーン。あの営業の女の子と来てました、2人で。営業の SIR のエナジーチャージステーション。はい、時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。お仕事お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、 SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは SIR のミキとスカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市キューナー G タウンビル2階にあります FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は美と健康のミネラル成分として今大注目されているケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し、植物ミネラルケイ素原液として販売しております。シュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報と、スピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けする SIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。ということで、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日は、12月26日月曜日でございます。はい、はい、クリスマスも終わりました。終わりました。27度ですね。先週よりちょっと暑いかな。暑いですね。先週26度でしたね。ですよね。1度上がりましたけども、うん、はい、ね、暑い沖縄でございます。皆さんクリスマスはどうお過ごしでしたかしら。ねえ、キセさん、ね、どこ行きました。はい。やっぱり、うん、一人でした。あれ、だってみんなは、みんなそれぞれ仕事あって、ま、うちのママもよ、うん、ママもなんかいなかった。いなかった。あ、いや、かわいそうでしょ。電話すればよかったね。だから電話すればよかった。うん、私も落ちましたよ、うん、へえ。はい、まあ、社長のね、うんうん、車が、うん、パンクしたということで、ね、急遽私の車が必要だということで、はいはい、乗って行かれまして、ああ、うん、で24、25ヤーグ前してました。あ、私もね掃除してました。で歩いて、あ、24日の日はもうしょうがないから歩いて、うんうんうん、ジミーにご飯食べに行きましたけど。あ、だから24日どうするの。私っていうかもうでその日はもうしょうがないので、うんうん、お掃除してました。あ、そうなんですね。寝室をちょっと掃除して、うん、そしたら明け方までやってた、バカみたいな。あ、そうなんですね。朝の5時までやってて、で息子が帰ってきたんですよね、はい、で、お母さん何して起きてるのって、はっかわいそうにって掃除に明け暮れたんですね。はい、はい、ということでね、うん、今日ねクリスマスといえばね、先週まで、はい、ね、ワモのラストクリスマスをオープニングかけてたんですけども、はい、今日ねジョージ・マイケルさんの死去ということで、ね、びっくりしたんですよ。嘘って感じで、そうと思って、なんでなんでと思ったら、まだね原因はわからないみたいなことを書かれてるんですが、はいはいはい、と思ってですよね。なんかね、去年でしたっけ、なんかタイまで、あ、そうなんだ、うん、逮捕されていて、で、ま、なんか最近はとってもね、なんか引きこもり状態だったとかなんとかっていうね、なんかね、ネットのニュースでね書かれてましたけども、なんかね、もったいない、マイケル・ジャクソンとか ね、もっといましたよね最近ね。あ、プリンス、あ、プリンスもね、
何なの一体、かわいそうに、ねえ、うん、まだまだ若いのに。そうですね、50代53歳でしょ、ね、まだ若いのにね、うんうんうん、じゃあラストクリスマスだったんだね。今日はですね、でなので、ね、ジョージ・マイケルの追悼の意を、はい、哀悼の意を込めて、はいはい、曲をね2曲ほどお届けしたいと思いますけども、はいはい、ね、健康じゃないとね、そう、何でも、ね、健康じゃないとどこにも行けないし、うんうんうん、そうなんですよ。なので、まあ、年末もね、はい、私なんかね、まあ、SIR 社は29からお休みなんですけども、いいな、もう先週ぐらいからちょっとまとめて買おうかがちらほらと、はいはいはい、まあ、お正月やっぱ飲む機会多いし、うんうんうん、親戚が集まった時にちょっと飲ましたい方なんかがいるっていうことで、はい、今のうちで買っとくって言って、去年、あ、先週からですね、結構まとめ買いするお客様が増えています。はいはい、なのでやっぱね、皆さん自分だけの健康じゃなくて、やっぱり周りの ね、うん、健康も気使っていて、うん、あ、すごいなと思うんですけども、はい、だって二日酔いにすごくいいですからね。そうです、そうですね、昨日、まあ、うち の取引がある業者さんなんです、営業の方なんですけど、はいはい、フラって来たんですよね。あ、どうしたのと思ったら、うん、ケースを買いに来ましたっていうから、何かあるのって言ったら、やっぱり飲み会で、うん、ああ結構バカ騒ぎ者飲むから、うんうん、ちょっと俺飲んどこうかなと思ってって買ってったんですよね、はい、そしたら2日やっぱりなかったそうです。だよね、なかったから、とってもやっぱり上等ですねって言ってましたけど、息子が飲まないで行った時と、はい、で飲んだと行った時は全然違うみたいです、うんうん、よく死んでるもの。ああ、そうなんですよね。でも本当に普通に起きれて、普通に行動ができるんですよ、飲んでない日ぐらい、ね、まともに、うん、だから飲んで1日ダラダラするとか気持ち悪いとかっていうのは全くないですね、うんうんうん、その辺も本当にすごいと思います、うんうん、ですね、うん、なのでね、まだね、忘年会新年会続きますので、ね、お酒の量、ね、すごく飲んだり飲む機会がある方なんかをね、ぜひシュガーケースで検索してみてください、はい、ということで1曲目、今日の1曲目いってみたいと思います、はい、ジョージ・マイケルでフェイス。どの曲だったっけ、これ聞いたことある、コマーシャルにもなってたんです。あ、本当コマーシャルで、あ、もったいない、それ流れてるね。同性愛者でもありますよね。へ、同性愛者。じゃプリンスもそうさ、エイズで。あ、そうなの。そう、エイズでなかったの。で、人は、うん、あれができない、宗教ない人だけ。血液を交換とかああいうのはできない。あ、モルモ？うん、モルモって何？モルモって何？なんだっけ？ありましたよね。モルミの。あ、大丈夫。モルモじゃない？モルモ違う？それやってたから何もできないっていうこと。才能ある人ってみんなもったいないね、もったいない、男と女しかないのに、なぜにと思うけど ね、っていうかこれ誰って言ったら、あれがジョージ・マイケルさんって言ってから、これ誰よって、こんなにお世話になったの。そうですね、53、え、でも53ってなんで、ワムのもう片方でどうしたんだろうね。ワムのもう一人いた。あ、だからですね。水星が来たっていうか、犬で、何で犬、犬って、先生、一番最初の先生、犬って、水星が来犬って、え、もういいですって言ったよ。
いいのですか。お掃除物理は、寝具状態だ。まだまだ。だから寝具状態。だからそんなこと平気ね。はい。うん。いて。こんないつまでにやるとかあるんですね、門松とかね、門松とか、しめ縄とか。あ、会社やってるんですよね。28日にやらないといけないですね。あ、年と年が別のね、うん、10秒前です。はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。キサさん、じゃあ、はい、お掃除は終わったの？いや、全然、うちの寝室のあれ一部分だけあ、そうなんですね。そうそうそう、ちょうど韓流映画見ながら、はいはいはい、ちょっと一人でしょ、うんうんうん、見ながら、うんうんうん、やってたんですけど、ね、えらいえらいでしょ、はい、だってかわいそうです。かわいそうで、うちも会社は29日で御用納めをして、30日から、まあ、お休みに入るわけなんですけども、はい、しめ縄とか門松とかっていうのを、はい、いつまでにやるとかっていうのがあるんですね。今日初めて知ったみたいですよ。だから、うん、見たらですね、28日までに、飾り付けをしてで、かかる。だいたいね、でも去年私30日にやったんですね。あ、みそかにね、うん、でやったので、はい、それじゃいけなかったってことですね。で、29は絶対やらない方がいいって書かれてるんですよ。はいはいはい、こうやってあるんですね。一応神様が、でちゃんとそういうのにも意味があって、うんうん、門松とはお正月を迎えるにあたって、うん、門や、玄関に飾る松のことを言います。正月にはこの松をよりしろとして神様が降りてくると言われています、はい、つまり神様が最初に降りてくる目印になるのです、はい、っていうふうにあって、でだからこれはだから28日にまでにやって、うんうんうん、で29日に私は掃除をしてやろうと思ったんですけど、じゃなくて28日いつ、明日、明後日、うんうん、水曜日ですよね、でもみんな、30日まで終わらせて31日に飾ろうとかって、だから一夜飾りはいけないってであったんですよ。とか思って、いやいや、私たちもそうでしたですよね、うん、沖縄人ってあんまりそうだ、風習わからないじゃない、うん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 、あ、わかるでしょ、ごめんなさい、うん、でもまあ急だからいいのか、沖縄は。そうそう、大体急でやるからね、まあね、急でするところはまあ、うん、いいのかなとか思うんですけど、まあ7日にね、門松とかそういう締め飾りは取るっていうのは、ね、7日っていうのはわかるんですけども、はい、いつまでにやらないといけないけど、これあったんじゃない、期日がある、うんって言ってましたね。知らない、お客様から聞いたんですよ。あ、そうなんだ、うんうん、なのでちょっと見てみたらって言うから、で見たらですね、あ、28日なんだと思って。じゃあご用済みする前に飾るわけですね。そうですね、はい、だから掃除は、うん、あ、じゃあ28、あ、29日は掃除をしますけど、はい、あ、違うんだよ、28日に掃除をして飾って、29日は通常通り営業をして、もうその納めですよね。はいはい、30、31、うん、だから掃除して納めるんじゃなくて、掃除前の日で終わらせて、うん、っていう形にしかならないよねっていう話を、そうだよね、あやさんとしたんですよね。私はどうすればいいんだろうね。30インチまで仕事で、なんかもうちょっとほら今週パタパタしてたので、そう、30インチまで仕事って思いながら、あ、そっかそっか、うん、でも香港の方から問い合わせがあったので、はい、はい、お願いします。あ、わかりました、はい、うん、もともと沖縄の方なんですけど、はいはい、香港でも十何年間が生活をしていて、向こうでもお仕事もね、すごいキャリアウーマンでバリバリやってる方なんですけど、沖縄に来るので、ぜひ、私が喜瀬さんの話をしたので、あ、そうですか、喜瀬さんに見てもらいたいっていうのを前でも言ってたんで、で昨日香港から連絡がありまして、あ、わかりました、はい、喜瀬さんの番号を教えしてますので、あ、予約番号の方ですね、はい、はいはい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、ということでですね、
じゃあ今日は何のテーマですか。今日テーマ今日決めてないんですよね、実は。というかいつも決めてないんだけど、うんうんうん、なんかクリスマスごとか抜けてるよね。抜けてた感じで。でもさ、うん、あのリップスティックってわかるかな、みんな。あ、そう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 、ね、実はあの娘がですね、はいはい、あのリップスティックが欲しい、リップスティックが欲しいってもうそっちゅう言うもんですから唇が荒れてるんかいと思って菜園、うん、に行った時に、はい、ちょっとほんのりピンク色がつく、うんうん、リップを買ってあげたんですよ、うんうん、小学校2年生ですよ、はいはい、でお出かけする時ね、舞踊とか行く時にやってねって言ってお手紙も書いてあげたんですよ、はい、そしたら彼女はそれを見て、はい、うん、みたいな感じあはーみたいな感じなんですね、ええ、あんだけリップスティックって言ってたのに、うんうん、あんまり嬉しそうじゃなかったんですよ。そうね、あれと思いながら、うんうん、ただまたね後日ですよ、はい、またこのリップスティックが欲しいって話をするんだ、ええ、するもんで、はいはい、怒ったんですよ。そうだよね、お前はお母さんが買ってあげたの、うん、リップスティックも使ってないのに何かって言ったら、うんうん、っていうかお母さん、ニッキーが言ってるリップスティックとお母さんがあげたリップは違うっていう唇ではなかったわけね。そうそうそう、そしたらよく聞いたらね、ええ、あのスケボーのほらこうやって体を揺らして前に行く、はいはいはい、うん、こうちょっと甘唇の形みたいな感じは見えますね。あれが唇のあれからリップスティックっていうのかな、そうそれが欲しかったみたいなんですよ。で見たら7900円ぐらいするからお父さんでいいなって。だから、でもあれリップスティックって言うんだ。リップスティックってだリップスティックで転んだって言ったからごめん私どこのお店よと思った。だからさ、それを買ってそうそうまた転んで、うん、今日は手首ひねって、あもう今日はもう舞踊もいけないんですけどね。あらかわいそう、うんうん、今日は最後ですか舞踊。そうですね、うん、最後なんですけど、だからね、もう気をつけないといけないですよね。そうそう、遊ぶにしてもですよ、うんうん、あの子は乗り物にはちょっと、うん、まあ、自転車って限定してしまったのちょっと悪かったなと思うんですけど、はいはいはい、うん、結構あるので、うん、だからこのやっぱりね、うん、お休みの間も冬休み入ってるので、ね、はいはい、子どもたち の自転車ですよ、うんうん、やっぱり、ね、見てたらとても怖いなと思うのが、ね、うんうん、やっぱ車が頻繁に出入りするところからバーってね、そう、もう直進ですから、彼たちはもう止まること知らないので、うん、もう本当にぶつかりそうだったりとかっていうのが、坂、特に坂が下ってくるときね、大座の坂なので、ね、もうガーッと降りてきて、もうなんかちょっとなんかビクッてするの何回もあって怖いですよね、はい、そこね。でうちの会社の前にもですね、はい、私がここに引っ越してきて3月に引っ越してきたばっかりなんでまだ1年ならないんですけど、うん、はいはい、もう同じような事故を4回見てるんです、同じ場所で。あので2機が転んだところ、転んだところで、はい、あ、はいはい、24日の日も事故があったんですよ。ガシャンっていう音がしたので、うん、あ、またなんかぶつかったよやって言って出て行ったらオートバイと車、必ずオートバイと車なんですよ。あ、うん、わ、怖いね、気をつけないといけないですね、うん、だからね、うん、もう本当に皆さんね、やっぱり急いでね、まあ、うん、スピード出して運転する方もいっぱいいらっしゃいますけど、やっぱり車間距離も十分に空けて、ね、急いでるからこそ、ね、確実に着くために安全運転してほしいなと思うんですけど、どんなに急いでも5分変わるかなっていう程度なんでね、うん、そうなんですよね、うん、前事故してた女の子はですね、はい、大丈夫って駆け寄っていったら、うん、私は大丈夫です、オートバイがオートバイの心配するわけ、え、あんたはってそうそうそう、いいの、あれは機械だから、あれね、一瞬だから打ったばっかりの時はびっくりして痛くないんですけど、そうですよね、うん、後になってね、来ますからね、内臓破裂してたりとかっていう、あります。友達がね、はい、ちょあれだったんですよ、事故してその時は帰ったんですよ、はい、後でも苦しくなっていったら内臓破裂してて、もうちょっとで病院を行くの遅かったら死んでたよって言われたの、あるんですよね。だから私がオートバイ乗れないんですよ、うんうんうん、ガードレールが目の前まで来たのがあったので、あ、事故でですか、はい、転んで、危ないですよね、なので後ろ乗りしてたんですよ、あ、うん、後ろの方が危ないですから、飛ばされるからですね、振り回されて、うん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 、なのでね、安全運転、もう年末はね、はい、特にね、ね、多くなりますので、うん、はい、飲酒運転もしないように、はい、で高齢者の運転もね、すごい危ない運転が多いんですよ最近本当に、ね、はい、曲がってきてから私、あ、なんかここ見てないけどおばあちゃんおばあちゃんと思いながら、もうぶつかる寸前で気がついて、で私ももうバック始めてるんですけど、はい、あーみたいな感じとかがあるのでね、気をつけないといけないですね、うん、絶対見てもうし、なんていうんですか、狭いんですよね、狭いんですよ、視野が狭くなってくるので、うんうんうん、もうなんかね、思い切って皆さん返した方がいいと思いますよ、うん、高齢者の方、あ、
あの本当にね、うん、割り込んでくる時もね見てないでしょっていうぐらい、もう本当にスレスレからね割り込んでくるから、うん、はあ、こっちがびっくりしますよね、うん、っていうのも あるのでね、本人も悪気がないみたいな感じ。そうですよね、なんでって感じでしょ。だから車間が分かってないのかなって。あ、もう全然分かってないと思う。うんうんうん、だからね、ちょっとひよっとする場面が結構ね最近あるので、うん、はい、ね、あの気をつけていただきたいなと思います。はい、はい、ということで2曲目いってみたいと思います。何、はい、でしょう。はい、ザ・カーディガンズでカーニバル。懐かしいですよね。ツイキャス来てます。ああ最後の放送やねって。はい、そうですね。誰？ AKB さんです。 AKB さん、本当だ、本当だ、今日また帰った。じゃあ、キムさん顔が DJ DJ だってる。カーディガンズ、そうそう、カーディガンズ。お、今日は韓国の人来ないのかな。あ、韓国の E さんですね。 E さん、リーさん、お忙しいですか。え、でもクリスマス暴走したかったよね。クリスマスで暴走してなかったんじゃない。しなかった、ゴチ出るから分からない。そうか、分からないよね。ゴチ8号線って分かりそうだ。カナツアの王者のお父さん、あやさんでしょ。来年は1月9日。1月9日。1月9日月曜日ですね。じゃあ2日は休みですか。特番。あ、特番。みんな2時間ずつ放送番組持たされてる。お正月に。クリスマスは楽しかったですか。クリスマスは特に何もしないです。そうだ。ケーキ食べた。ケーキも食べなかったってば。食べなかった。うん、だから一人でな。あ、だからジミーで食べた。いや、かわいそう。はい、はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。というか、はい、カーディガンズ懐かしい。懐かしいね、うん、これね、うん、ザバレス分かる。分かる。ザバレスなんでザバレス知ってるの。だってザバレスで流れてたもん。だって、あ、流れてるけど、うんうん、なんで知ってるの。そうそう、ザバレスで自分たちが遊んでる頃よく流れていた。あ、でもじゃあその時は10代。いや、これはね10代じゃなかったかも。20代前半ぐらいじゃないですかね。20、21ぐらいかな。でもザバレスじゃあ前席ですね。ザバレス今あるの。ないよ、ね、ないないないと思う。今何があるの。
今昔のディスコっていうやつは今クラブになってるでしょ。あ、今はね、でかエイリーとかじゃないですか。エイリーある？エイリーはありますよ、国際通りにね。あ、うん、エイリーね、はい、うん、でもメッセージ来てますよ、はい、ご紹介したいと思います、うん、AKB さんからですね、こんにちは、はい、今年で最後、あ、今年で最後の放送やねって来てますね。はい、そうなんだよね、そうそうそう、今日で最後なんだよね。今日で最後、最後、はい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 、で来週になると1月ですよ。あ、そうですよね。で1月2日までは、あ、2日はあの特番含まれてますので、はい、私たちは1月9日から、ね、放送開始ということで、はい、はい、AKB さんからまたメッセージありました。クリスマスは、はい、娘のプレゼントを探すのに大阪から神戸まで電車で移動しまくるよって。大変だわ、すごー、やな、え、何買ったの？リップスティックトイザラスであるっちゅうねみたいなねあ、すごいですね、何買ったんだろう、ね、優しいお父さんだ ね、娘ちゃんのプレゼントっていいお父ちゃまです ね、いいね、うん、へー、私なんか親からプレゼントってなんかなかったよね。っていうかさ、うん、あのあれだった、隣はサンタクロース来るわけよ、わったやサンタクロース来らんしがって感じあの私は、ま、毎年同じだった、あのカンカンのキャン、あのキャンディーがでしょ、うん、アメリカ風の、うんうん、あれと8日目 の、うん、あの虹色の、あああったじゃん、それと、うんうん、ノートと鉛筆、あ、どんだけ請求してもこれだけだった来ないよりさ、来ない、うちたこれな、ま、隣は来るんだよ、うち来ないんだよ、スルーしたのかめっちゃいいこともいい子にしてたけどな、ぐらいだから、ね、でさ、クリスマスのプレゼントっていつあげるの？24日25日どっち？都合で親と都合でだから分からなくて25日あげればいいやと思ったら、うん、あの子供たちは小学校の時よ24日みんなもらってるわけ、あ、今日の朝の話をするんですよね。そうそうそう、そしたら本人来てないから、うん、泣いて帰ってくるわけあはあはあと思って、今日来るんじゃない、今日あたり忙しかったんじゃない、なんで同じあの人は来てるのにと、あ、そうか、隣は来てるのにだっけ、そう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 、隣は来るんですよ、うちには来ないけど、あはまた今年もなって感じなんですけど期待しなくなりましたよね、だからね、あ、ちっちゃい時から、そうね、うん、かわいそうに、だからでもその分子供たちにリップしていかれるわけです、リップスティックはね、リンはパソコンをもらったらしいですけど、ああすごいね、はい、ということでね、あのクリスマスプレゼント AKB さん何買ったんだろう、ね、ちょっと気になるね、娘ちゃんのプレゼント、神戸まで、なんか神戸っておしゃれじゃないです ね、いいね、いいね、あの沖縄はさ、あの例えば、まあ、イルミネーションとかね、はい、あのイベントとかやってるとこ多いですけども、はい、なんか大人の遊ぶところがない、遊ぶところってみんなどこで遊んでるのかなと思うんですよね、海、まあ、海ってどうでして遊ぶだから、まあ、じーっと見てるおでラジオ聞きの皆さん ね、あの例えば夫婦でどっかで、うんうん、まあ、デート遊びにとかね行くときってどこに遊びに行きますか、うんうん、ないですよね、スーパーだからなんかご飯食べに行って、例えばですよ、はい、映画見てご飯食べてちょっと飲んで帰るとか、もうこんなぐらいじゃないですか、そのパターンね、そのパターンですよね、うん、そうです、デートってね、夫婦のデートって どこに行きます、夫婦のデートは何やったかな、最近映画見てそのまま帰ってきたかな、ですよね、うん、じゃなくてさ、もうちょっとなんか、もうちょっとなんかね、ときめくなんてないのかなって、ね、ときめきがやっぱ欲しいよね、うん、夫婦でもですよ、そうそうそう、うん、っていうのがね、沖縄なんかないから ねみんなどこに行ってるのかなっていつも思うんだよね、お家にいるのかな、そうそう、二人でいざ出かけてもやっぱ食べて帰るくらいなんですよ、だからね、どこ行くのって感じで何のうちに行くので、うん、だからみきちゃんこれ先週からの続きですけど、はい、作って何か遊びば、だからですよ、だから何作りましょうか、ね、何がいいですかリクエストくださいねえ、なんかほらダンスクラブが、ダンスクラブっていうかな、女性がだったらちょっとドレスアップしていくようなところ、うん、行きたい、うん、うん、そういうところ絶対必要なんじゃないかなと思うんですよ、やっぱりね、気持ちテンション上げるから、そう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 、うん、ドレスアップして男性もドレスアップしてお出かけして、昔はハーバービュークラブってあったんですよ、はいはい、うん、商工クラブが、あ、商工クラブ、ね、そこに行くにはやっぱりあのドレスアップしていくんですよ、ね、うん、ドレスコードがあったりとかね、そうドレスコードがあったんでそこに行って、うん、やっぱりいろいろやったんですけどね、はいはいはい、面白かったですよ、うん、そういうのがあってもいいですよね、そうそうそう、だから、うん、そういった形をできればいいのにね、はいはい、
で子供たちは子供たちで一応前に寄せて、うん、マジックしてるの見せたりとか読んでから、うん、で大人は別のところに、はい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 、あのバーがあるのでバーで飲んだりとかあったんですよ。一応子供も連れて行けて、そうそう子供連れて行けて、子供は子供で楽しめて、はい、楽しめて、大人も大人でっていう感じなんですね。うんうん、おなるほどですね。そういうねあったらいいですね。そうよね、本当に誕生日の時行こうとかね、でも全然違う。うんうんうん、だから13今の時そこだった。へえ、うん、なるほど。そうなんですね。もう年がバレますね。そうなんですね。はいはい。ねね、皆さんねどこに遊びに、ね、夫婦でだとどこに遊びに行ったりするのかね。そうです ね、こうそういい場所があったらまた教えてください。また AKB さんね夫婦でどこに行くんでしょうか。あのねだからポケモンのキャラのビッグサイズ、まあ、メイドビーないのぬいぐるみ、ぬいぐるみを、あ、8800円、うんうん、電車で買えるの恥ずかしかったなって。ポケモン放送もうでかいしこんな大きいのなんだ。あでもいいじゃないねえ、うん、あこれはクリスマスプレゼントなんだねって分かるからね、みんながね。いいと思いますよ。いいねいいね。私なんかあげんかと思う。あ誰に負けたねえから。あ今年ですか、うん、あプレゼント、はい、あ なるほど。なんかそれも寂しいもんよ。そうですね寂しいですね。なんか寂しいわけ。でも行こうっていう気になるなきゃ混んでるからうん、あなるほど。はい、はいということでですね、今日もねちょっとあのケイソの、はい、あのお客さんのですね、はい、体験談をちょっと紹介したいと思います。はい、で先週ですね91歳の、うんうん、あ先々週だね91歳の、はい、91歳、はいはい、おじいさまとおばあさまが来たんですよ。ご夫婦、はいはい、でねあのおばあさまが運転をしてでおじいさま乗って、はい、で来たんですよ。でもね91に見えないんですよ本当に、全然見えなくてシャキシャキしてる。でもねなんかあの背中肩がすごい痛くて、はいはい、もうどうしようもないって言ってて、うんうん、おじいさまがですよ、うん、で社長がいたので社長に縫ってもらって、うんうん、ね、飲んで飲ませてシュガーケースを飲ませて、うん、濡らしたらですね着替えする頃あの脱いだ上着を、はいはい、着ても痛くないんですよ。あ脱ぐ時はもう痛い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 って脱いだんですけど、うんうんうん、着る時はすんなりつけてですね、へ、はい、あれから痛くないそうです。あ今日も5時ぐらい見えるそうなんですけど、はいはい、もう全然痛みが取れてますっていうことでですね、すごいです、はい、91歳の人運転するっていうこともすごいし、すごいんですよ。 あのおばあさまが運転するんですけど、お91にまず見えないんですよ。80代前半ぐらいしか見えない。へお、で話もすごい、もうすごいね、うん、あの頭の回転がすごいんですよね。はいはいはい、だしもう話もすごいいろんな話を知っていらっしゃるので、うんうん、はい、勉強させてもらってるんですけど、長いで来てるから ね90歳ってね。そうなんですよ、いろんな話をするんですけど、楽しいんですよね。面白いですよね、うんうん、はい、という体験がありました。で、この方は、沖縄市の、うん、T さんなんですけども、はい、手のしびれがあるということで、はいはい、シュガーケースを購入していただいたらですね、はい、手のしびれが以前よりも全然収まってきていますということでですね、はい、体験をいただいております。しびれはきついですからね、はい、うん、でこの方も沖縄市の、この方は Y さんですね、女性です、はいはい、肩こり疲れ、あの肌のキメがすごく気になっていたら、うんうん、あの お友達にいいのがあるよって言ってシュガーケースを勧めていただいて、はいはい、で体の、ね、内側からよくしていけたらいいなと思ってて、うん、飲んでるんですけどということで、はい、パソコンを普段使って仕事をしてますが、うん、ストレスを全く感じなくなった気がします。うん、すごいですね。もうなんかもう一日中このパソコンの前に座ってるとやっぱ姿勢もね、姿勢、うんうん、目線もね、目も疲れるし、うんうん、もう体もすごいもうあの違和感あるんですけど、なんかケースの見始めてからはなんか落ち着いてるそうです。精神安定剤みたいな、ね、だからね、なんかねそういう方多いんですよ。なんか落ち着いてますって、うん、何か体感ありますかって言ったらなんか落ち着いてますっていう答えが結構多かったりするんですけど、これってすごく大事かもしれない。うんうんうん、はい、でねこの方は、まあ那覇市の、はい、この方も T さんですね、本人がですね、はい、疲れやすい、うん、で息子さんが膝が痛いということでですね、はいはい、まあ、2人で一緒に飲んでいただいてるんですけども、はい、まあ、あのお母さんの方は疲れにくくなった、うんうん、で痛いところに塗ったら痛みが引いたっていうので、はい、息子さんの膝も良くなって運動ができるようになりました。ありがとうございます。ということで、はい、体験いただいております、うん、はい、
であとは、那覇市のこの方は S さんですね、はい、指の痛みで関節ですね、あで、はい、お顔のシミが気になっていたということ で、はいはい、で利用して2ヶ月なので具体的にはまだわからないのですが、これ体調のことですね、はい、指の痛みは痛くなくなっていますと、うん、いうことでですね、この痛み、まあ、指の痛みが、うん、あのね、気になっていたので、まあ、気になっている箇所の、ね、痛みが引いてよかったですね、はい、主婦だったらもう本当指の痛みになると、そうなんですよね、何もできなくなっちゃいますので ね、うん、なので、はい、よかったなって思うんですけど、うん、この方まで行きましょうね、宜野湾市ですね、はい、K さんです、はい、とにかく体調不良ということで、あ、はい、で、飲んでみていかがですかっていうのは、お通じが良くなってすっきりしていると、あ、毎日体が軽いそうです、はいはい、っていうことでですね、でも体調不良ってほら病気じゃないので分からないんですよね、はいはい、何が悪いのかって、うん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 、でもそれが少しずつ、ね、改善されてすごくいいと思うんで す、ね、自分で分かるんで、はいはい、で、あ、この方までいきましょう、浦添市の、はい、Y さんですね、この方も Y さんですね、はい、Y と T が多いですね今日ね、うん、で目がかすんで、はい、あの、うん、目の違和感ですね、うんうん、で目がかすんでいたっていうのが、悩みですね、はい、で飲んだところ目も良くなったんですけども、ええ、あのかすんでたのも良くなったんですけど、はい、二日酔いが全くなくなった、やっぱりそこかそうだよね、二日酔いがなくなったっていうのでね、うんうん、はい、体験で書いてますね、二日酔い、うん、分かる、あのきつさ、ね、昔ありましたから、もう飲まんって、もう絶対飲まんって言うんですけど、飲むんですよねごめんなさい、うん、反省しますよね、翌朝、はいはい、どこに行ったんだろうとか、そう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 、記憶がないとか、ね、記憶ちょっと飛んでるよねって、うんうん、っていう感じですね、まあ、あの修学期間もね、あの県内だけではなくて県外の方にもですね、はい、はい、あのからも結構ね、注文がありまして、 リピート、はいはいはい、まあ、口コミでどんどん広がっていて、うんうん、はい、ね、リピート率も上がってきてるんですけども、はいはい、東京の方でやっぱりあの健康というよりも 美に対しての 美ですよね、うん、美意識がすごい高い方がいっぱいいらっしゃると思うんですよね、ええ、そういう美のあれで飲んでるので、うんうん、まあ、化粧水に混ぜたりとか、うん、そういう口臭予防に使ったりとか、はい、そういうのでね、なんかシャンプーに混ぜて使ってるとか、シャンプーに混ぜるとすごいでしょ、うん、全然いいね、うんうんうん、で石鹸に混ぜたら全然いいしと思って、そうなんですよ、うん、で本当にシャンプーチョンなのにあばばって立ちますから ね、で細かいんですよね、はい、でシャンプーする前に散布して、うんうん、シュッシュってね、はいはい、ちょっと薄めたものをやって、はい、で揉み込んで、でそれから洗い流してシャンプーをするんですけども、これ やるのとやらないのと何が違うかって頭の軽さが違うんですよ。あ、なんかとっても、ね、頭が軽く感じるんですよ。油が抜けてるって感じでしょ。あ、そう、うん、そうですね、やっぱり、うん、油は油分は、ね、全部ね、うんうんうん、油分は分解して流してしまうので、はい、ええ、はい、いいんじゃないかなと思うんですよ ね、だからとってもね、だからとはいえ私もともと髪の毛って遺伝で薄いんですよ、うちの家系っていうのは、うんうん、薄くって、はいはい、猫毛なんですけど、なんていうのかな、薄毛特有のこの地肌がね硬いそうなんですよ。あ、はいはい、動かないんですあんまり。でもね、このケイソのシャンプー前にこのマッサージっていうかね、頭皮のあれをするようになってからは、うんうん、だいぶ柔らかくもなったんですよね。やっぱ柔らかくなるといいんですよね。そうそう、入る環境が整ってくると、うんうん、この柔らかくなるらしいんです。硬い間はね、やっぱりこのなんていうんですかね、血流も悪いらしいんですね。あ、うんうん、じゃあやろう、ま、もう一回また、うん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 、っていうのでやっぱり いいですよね。うん、頭が軽く感じるのすごいなんかね面白いなって思うんですけど、油が取れるかすごいなって思ってね、うん、ぜひね皆さんやってみてください。いろんなね、いろんな使い方がありますので、ね、もしね気になっている方ありましたら SIR 社の方まで、はい、ご来店ください。あ、何か来てます、はい、はい、ね、こんにちはって来てますねはい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田組ファンさんからですね。はい、はい、高田組さんも綺麗ですよね。綺麗ですよ ね、最近でも見ないですけどね、お子さん産んでからもね、まあ、綺麗ですよね。ということでですね、はい、3曲目いってみたいと思います、はい、ラテンラバーのレザーライト。これわからない、わからないですか。わかりますよ、サビ聞いたら
ユーロビートですね。ん？ユーロビート。ああ。これが中二ぐらい。中二中三ぐらい。ちょっとバンジーさん。そうそうバンジー。イーさんが来ない。イーさんさっき3時台にいましたけどね。じゃあもう見なくなったわけね。やっぱ2月って韓国なんか寒いよね。寒いですよ。寒いよね。今マイナス3度とかですよ。じゃあ3月、4月、寒いと思います。3月、4月も寒いの？4月からちょっとはいいんじゃないですかね。まあ、5度ですよ。やめよう。今5度ですよ。今27度から5度いったら死ぬよね。うん、広島が6度、ニューヨークが2度。あ、ニューヨーク寒いね。昨日は23度って23度。こっちはもう当たって25度。あ、調査だった。立ってるから、うん。じゃあ4月か5月ですね。だから韓国行きたい。この間、韓国、24日の夜だったかな、うん、マイナス3度でした。マイナス3度、はい、もう死ぬ、もういい。ごけんよ。もう無理無理無理。どんだけつけるのって感じ。もこ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 したる。すごいね、あっちの人たちでね。まあまあ、これがね、慣れてくるでしょうから、うん、で行きたいっていう人がね、たくさんあるわけよ。どうする？ああ、いいじゃないですか。みんなで20名ぐらい。あ、これでいる？うんとね、こっちには10、うん、6名いる。あ、どうでしょう。みゆきちゃんじゃないですか。みゆきちゃん、みゆきちゃんがチケット取って、ね、安いの取って、ホテルも、あの赤すりあったみたいな。うん、恐ろしいってみんなさ、なんかあのじゃがいもみたいなすっぽんぽんでもうじゃがいもみたいになるってはい、はいって感じでさ、足ももうすっぽんぽんでいいって出したからやるって、すごいなって思って、みんないちいち並びにしてこんな人話題届くわけですね。そうそうそう、ね、だからあの交渉しないといけないって、日本人が高いって言うから。へえ、うん、そうなんだ。台湾がいいって。は？台湾がいいって。台湾がいいって、うん、でももう別に多分50分くらいだあんなに騒いでたのにね。だからよ、美だよね、健康もそうだけど美だよね、美しさ。
美しいのが一番いいよ。美しい、うん、やっぱり反応するのは女性はそうじゃない、うん、ねえお礼さん、金の駅もやりたいのになかなか連絡取れない。ちょっと 目をやりたいね。目ないの？プチ整形？こっち切ってから。韓国人みたいに？まあ、目尻がいいから。目頭じゃなくてもね。あ、目の幅が違うんですよ、だから。ああ、そうだね、うん。奥舞台と。そう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 。で、これイベントの時なんかに必ずこうなるわけ。写真撮る時とかこうなるわけ。わざと？わざとこれだよ。イベントもいいね。でも行かないの？はい。今週の開運お導きメッセージ、キスさんお願いします。はい、わかりました。スカーレットドラゴンのキセです。2016年12月26日から2017年1月1日の占いです。今週はそうですね、いつもと違って生まれつきの特徴を述べていきます。特徴ですね。特徴です、はい、生まれつきのね。はい、1月生まれ、自分の軸がしっかりしていて、ブレが少ない月の生まれの方です。とても分かりやすい人と言えます。1月生まれは何かに取り組んだ時、結果がすぐ出やすい傾向にあります。プラスの方向でも、マイナスの方向でも、すぐ答えが出ます。2月生まれ、本質的に迷いや葛藤を持っています。迷いや葛藤を人に見られたくないと考えますが、あってもいいと考えた方がいいです。そこからパワーが生まれますので。あとはやるだけやったら委ねることができるかで、人生が決定的に違ってきます。会社間だと仲間や部下に、夫婦間はお互いに委ねるとよろしいと思います。3月生まれ、人間関係の中で生きていくことが3月生まれの特性です。人と人とのバランスを取る、存在です。協力者をどのくらい作れるかによって人生が決まります。相手を尊重し、自分から協力する姿勢を見せることが大事、うん、自ら光に動くことが、引いては人に協力されることに結びつきます。そのため視野を広く持つ、多角的な視点を持つということも必要です。うん、4月生まれ、安心感を与えるという役目があります。日頃から人を理解しようとする意識を持つことが大事です。識別能力に長けています。非常に冷静なタイプで、物事の良し悪しや裏に隠されていること、物の本質を見極める力があります。人から信頼されることが何より大切で、そのためには守るべきことを守るということが大事です。例えば約束と、当たり前ですね、道理やルールなどです。うん、では5月生まれ、中心を定めることで力を発揮します。目標設定がキーワードです。目標が明確になると、やるべきことの方向性が見えてきます。5月生まれの本来の進化を発揮できます。それにスピードアップと責任を持つこと、そうすればおのずと良い方向へ進みます。6月生まれ、自分の世界観がしっかり確立していて、マイペース、あまり周囲に惑わされることがありません。今現在、迷いがあるのならば、自分の価値観を見つめてください。人にこびるのもこびられるのも好みません。活発なエネルギーを持っていますから、必ずや大いなる成果を上げることができます。6月生まれすごいですね。7月生まれとはとって、どの段階に、どの情報に耳を貸すかによって人生が変わると言っても過言ではないほど、情報は大事なものですから、常に気をつけてください。人から評価を得たい、名声を得たい、認められたいと欲求が強いです。それは我欲につながりますので、その欲求を手放すことで成功の鍵が握ります。8月生まれ、ときめきにキーワードがあります。感受性が強く、アンテナが鋭いです。感性にピンときたものこそが、あなた8月前のするべきことです。調和とバランスを求めるということは意識が強いです。人間関係もとても大事にします。面倒見もよく、世話焼きタイプなので、時にはそれが過干渉になりがちで、自らのバランスも乱れやすい部分もあります。気をつけてください。9月まで、相手の話を聞いて認めてあげることで信頼を得ます。人を照らす光となれ、周りの人を元気づけ、勇気づけてあげましょう。時として相手の話に関心がなければ、話を聞いてあげないことが多々あります。9月生まれは類いまれなパワーで人に光を与える力を持っています。
話を聞いて学びの意識と姿勢を持つことで十分にその力を発揮します。9月生まれ、10月生まれ、はい、一言で言うと調整役です。人と人との間に入って意見を調整し物事を進めていくのが上手です。自分の能力を発揮するというよりも、人の能力を開花させるのが得意です。ただし自分の考えに固執したり制約したり、あと八方美人になりがちなので気をつけてください。11月生まれ、この月生まれの人は人の相談に乗ることが多いでしょう。他人の話を聞くのに自分の胸の内を打ち明けられないところもあります。理解してくれる人、信頼できる相談相手を見つけておくことも大事です。基本11月生まれの方は寂しがり屋で常に人と一緒に行動することを好みます。行き過ぎると依存心、依頼心が強くなりますので、そのところは、注意が必要です。12月生まれ、非常に器用で何でもこなす多才型です。パッと短期間で結果を出すタイプではありませんが、忍耐強く少しずつでも確実に前に進んでいきます。男女ともに人当たりが柔らかく表現がソフトなのが特徴です。はい、これがあの月別の、特性ですね。なるほどですね、はい、ありがとうございます。はい、キセさん、あの予約の番号を、はいはい、ありがとうございます、はい、では予約ですね。はい、スカイとドローの予約番号は 080-6491-6309 080-6491-6309 です。お待ちしておりますので、はい、ぜひね、来年のね、はい、運勢、年が明けてからでもいいですかね。年明けで皆さんやはりいらっしゃいますのでね、年明けね、まあ、今年はどういうことがあるんだろうとか ね、いろいろね、キセさんのところで、はいはい、分かりますのでね、はい、ぜひぜひ、そうやって事前に分かってると進みやすいですよね。そうですよね、うん、あ、今年はちょっと病気に気をつけようとか、今年は事故に気をつけようとかあれば、分かりやすいですよね、まあ、注意するべきこともそうなんですけど、ね、ここをちょっと行けとか、行くとすごくいいとかね、そうそう、はい、いいと思います、ね、ビクちゃん6月前でした、はい、やっぱり確立してるんですね。数字もそうなんですけど、はい、6月前で7という数字を持っているので、あんまり人に惑わされない自分の価値観を持っているので、そうですかね、どちらかといえば、はい、一人というか、そうですよね、決断するのも何でもやっぱり、自分あんまり周りにあんまり相談しないかもしれない。そうですね、それがね、やっぱりダメだったなって思う時もあるんですけど、でも大体そんな感じですね。そうですよね、もうこれ生まれた月の特性なので、大体似たような方が多いと思います。そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、今週はこれだけです、はい、来週はとりあえず1年の1年の、ああ、いいですね、やりましょうね、はいはいはい、皆さんね、はい、気になっていると思いますので、ね、来週じゃないよ、1月9日でした、はい、来年はですね1月9日の放送で開始になりますので、わ、はい、かりました、はい、早いですね、本当に1年 ね、今年の目標って10立てたんですけど、はい、どうでした、2ぐらいしかできてないじゃあまた来年宿題出されるかもね、そうそうそう、お宿題いっぱいですよね、だからね、今年痩せようって決めて、はい、毎年なんですけどね、はい、ちょっと今停滞してるんで、韓国行きが遠くなる、いやでもだいぶ痩せましたでしょ、あ、ちょっとですね、でも見ましたでしょ、あの写真の通りないだろ、あ、なるほどですね、あれは全然人が違うでしょ、であれはおいくつの時ですか、20代です、ですよね、だって48キロだもん、あ、そうか、はいはい、頑張りましょう、はい、私も一緒で頑張ります、はい、はい、ということでですね、はい、今日はなんとなくね、あのなんかクリスマスが終わったなんか余韻なんでしょうかね、ドワ、ね、って感じで、そうですね、なんか休みに入ってるもん感覚、そうね、あ、子供たち休みだからね、そうなんですよ、ね、子供たちが休みだからどうしてもね、はい、あ、もうなんか休み感覚になってしまうんですけど、普通のテンポのいい私たちじゃなかったなと思って、そうですね、まあ、でもいいかもしれない、大人で、はい、ということでですね、はい、もうエンディングが聞こえてまいりましたけども、はいはい、今日のラストは、はい、ジョージ・マイケルでね、キッシングはフールで
お別れなんですけども、はいはい、今年もですね、はい、SIL のエナジーチャージステーション聞いていただきまして皆様ありがとうございました。ありがとうございました、はい、来年はですね、はい、またより一層、はいはい、エナジーチャージできるような番組をお届けしたいと思っておりますので、ね、はい、1月9日の放送でまたお会いしましょう。お会いしましょう。はい、皆様、素晴らしい新年をお迎えください。お迎えください。はい、ではまた来年。来年ですね。はい。